よーい、スタート。サーキットには似つかわしくないマシンが1台。どうやら何かの撮影をしているようだ。そしてこの男、タクシードライバーではない。どこか見覚えがあるその風貌。そう、日本人初の F1 ドライバー、中島悟、その人だ。1987年のデビューから1991年に引退するまで、日本に F1 ブームを巻き起こしたモータースポーツ界のまさにレジェンドである。こんにちは、中島悟です。タクシードライバーの役をやってみました。中島監督、コンペ行きたいな。スーパーフォンガを盛り上げたくて頑張ってやってみました。今回はチームとドライバーのファンの皆様に新たな一面を見ていただくために、少しサーキットを離れて本拠地である御殿場小山町を舞台に制作をいたしました。そして解説に落語家の柳亭ゴチラクさんに出ていただくことによって、まあ、日本らしさを表現することに挑戦してみました。Yeah, at the moment it's been freezing here today in Gotemba, but it's really fun having fun filming the scenes, and yeah, hopefully we can have a good film. Well, I'm trying to, first of all, learn as much as possible from Satoru. For me, it's really important to get his experience. And yeah, working with TCS Nakajima Racing, it's been fun at the moment. We have a good team, and hopefully we can get a really good season.こういう機会はあんまりないので、すごい今初めての体験でもあるので、すごい楽しかったですね。本当に監督として普段中島さんとは接してるんですけど、本当にいろいろ支えてもらってて、今回ちょっと役柄が本当に影から支えてもらうような感じなんで、こういうのもすごいなと思いました。まあ、今年スーパーフォーミュラ1年目になるので、しっかり優勝を狙って頑張っていきたいと思います。象印といえば炊飯器。その炊飯器で炊けるのはお米だから、コメーズです。御殿場は富士山が綺麗に見えますね。そして小山町は昔話で有名な金太郎ゆかりの地だから、ところどころそれっぽいものが出てくるんだね。富士スピードウェイ周辺にはこんなに楽しい場所がありますよ。皆さんぜひ遊びに来てね。私、落語家の柳亭小一楽も実況と出演もしていますスーパーフォーミュラへの道、
真面目でバカバカしい話が展開され、世界的 F1 ドライバーだった中島悟監督がなんと実は小さな町のタクシードライバーに扮しています。さあ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 、スーパーフォーミュラー盛り上がってまいりました。ぜひこの先は皆様直接サーキットへお越しいただき、レースを楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いします。今シーズンの我々ですが、意外にいい感じでテストを進んでまして、皆さんにいい結果をお見せできるんじゃないかと、僕自身もチームもみんな期待しておりますので、応援よろしくお願いします。